ねえ、この人さ、動画始まった瞬間来たんだけど、怖えー、やば、待って、あ、舐めた。はい、皆さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、今回は2ヶ月に1回やっております、みんな大好き自由行でやっていきたいと思います。動きがうるさい。はい、というわけで結構定期的に自由行でやってきたんですけど、ちょっといろいろと新しく取り入れたいこともありまして、今までとはまたちょっと違う形で自由で買ってきたものを紹介したいと思います。で、なんかいつもはまあここで買ってきたものばって出して紹介してとかやってたんですけど、こうやって見せてね、そして最後に全部着てファッションショー的な感じにしてやってたんですけど、なんか実際ね、こうやって紹介してもあんまりイメージ湧かないということで、今回からもう実際そこで着ちゃって紹介しながらね、やっていきたいと思います。まあとりあえず探り探りですけども、行ってみよう。まず最初はこんな感じ、デニムサロペットショートパンツでございます。で、こちら2色あったんですけど、私はこっちのネイビーにしました。もう1個薄い色の方もありました。で、ちなみにこれはポッケが後ろについてます。横にはポッケないんですけど、ここがボタンのデザインっぽくなってます。で、今回はこんな感じでテスト的にこうやって座ったり立ったりしながら実際に着ているイメージが伝わりやすいんじゃないかなって思ったので、今回こんな感じでやってみます。で、この紐もね、調節できたりするので、ちょっとダボっと着たり、まあ自分でね、調節して使ったりできると思います。ちなみに私はこの M サイズを買いました。で、私今身長155センチくらいあるんですけど、ちょっと着た感じのサイズとかをね、参考にしていただけたら嬉しいです。そしてこの上のトップスの方、 T シャツ、こちらはマルチボーダークロップド T シャツでございます。で、こちら五分袖です。で、結構最近こういうなんかボーダーの目がチカチカする系の色が結構ぴったりね、着たりするのが流行ってて、で、私的にこのビビッとくるようなね、色とか、まあ、デザインにあんまね、見かけてなかったんですけど、今回たまたま GU さんで見た時に、何これめちゃめちゃ可愛いじゃんってなったので、こちらをゲットしました。で、こちらサイズは結構ぴっちりめで着たかったので XS を選びました。で、ちょっと丈もこれくらいで短くなっております。まあおへそは出ないけど、ちなみに長さはこんぐらいです。なんとこちらお値段セールになって190円でした。元値いくらなんだろう、ちょっとめくってみます。あ、こちら元値990円。結構ね、1000円から900円くらい、800円くらい変わってますね。はい、続きましてはこんな感じ。はい、続きましてはこちら、リブニットポロシャツでございます。この見た感じの色味もめちゃめちゃ可愛いと思ったし、あと見てこの何より襟、この襟めちゃめちゃ可愛くないですか。で、結構最近こういう系の色も流行ってますよね。で、あとこのリブが入ってる、まあ、この線が入ってることによってちょっと腕細効果もあるんじゃないかなって思います。ちなみにこちら私はサイズ S サイズを選びました。で、こちらは洗濯機でも洗えるそうです。じゃあちょっとこれ丈を見せたいので、ちょっと下だけ変えます。はい、丈がこんな感じで、ちょっと長めの丈ですね。で、こんな感じで結構ここら辺まで、太ももの付け根くらいまで来ます。これめっちゃ可愛いっすよね。はい、こんな感じでこれを選びました。はい、次。はい、続きましてはこんな感じで、これちなみに下のこのドットのサロペットは前に GU で買ったやつなんですけども、今回買ったのはこちらでございます。レースティー五分袖でございます。で、ちなみにこちら私は S サイズを選びました。で、これ全部レースなんですよ。なので、この肌着とか傷に全部着たらもう全部丸見えになるんですよ。なので、しっかりこういうなんかね、なんかちょっとキャミソールとかちゃんと下に見えてもいいものとかを着なきゃダメですね。だから逆にね、もうこんだけ好き好きなので、中にあえてこうビビッドな色を入れたりしてもめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなって思いました。で、これめっちゃいいのが、ここハイネックっぽくなってるんですけど、ここにね、ボタンとか何もついてなくて、もうこのまま伸びるので顔を通せちゃうんですよ。もうこれがめっちゃうち的には楽で好きですね。で、色もね、他にたくさんあったんですけど、私はこのナチュラルを選びました。で、 GU さんアクセサリーもめっちゃ可愛いのたくさんあって、で、今回こちらのカチューシャ、このね
このパールみたいなのがたくさんこうやってつながってるカチューシャ、こういう系1個欲しかったんですよね。とこの金のシンプルなカチューシャ、これ2個セットでした。こっちもつけてみます。こういう感じ、シンプルでこれもめっちゃ可愛い。でこれ2個重ねてつけたりしても可愛いですよね。一時期めっちゃ2個つけるの流行ってた気がする。でこちらのパール&メタルのカチューシャセットは590円でした。でもう一個、私こちらノンホールピアス&メタルイヤリングセットで、これね、このイヤリングめっちゃ可愛いなって思ったんですけど、横にもねこのちっちゃなピアスっぽい点のタイプのイヤリングもついてて2個セットでしたね。でこちらも590円です。ちょっとつけてみます。はい、まず大きい方つけるとこんな感じ、めっちゃ可愛い。はい、こんな感じ。はい、こちらの方はこんな感じで、こういうめっちゃピアスっぽいシンプルなタイプは結構どんな服にでも合わせれるので、めっちゃ1個持ってれば便利だと思います。まあ、ノンホールピアスなので近くで見るとちょっとイヤリングなんですけど、こんな感じ、めっちゃ可愛い。はい、最後はこんな感じ。はい、というわけでラストはこちらです。こちらこちら、スウェットイージーパンツでございます。まあ GU さんといえば、まあこういうスウェットパンツとかってもうザ定番って感じですよね。もうほんとたくさんのね、いろんな色の中から私はこのブラウンを選びました。ちなみに私はこの S サイズを選びました。めっちゃこれ履き心地よくて柔らかくて動きやすいし、でこれ前にポケットがありますね。で後ろはポケットなしです。でこの裾のリブがちょっと長めについてて、それも足首のところキュッとなってるので足細効果ありだと思います。で今回私が選んだ色、絶妙にめっちゃいい色なので、ちょっと小綺麗な格好とか、まあ、いろんな服装に合わせたりできそうですね。以上です。はい、というわけで今回は2ヶ月に1回の定番企画 GU の購入品紹介をしました。いかがだったでしょうか。まあちょっと今回はね、今までと違ってちょっと思考を変えながら紹介したんですけども、どうですか、ちょっとこっちの方が分かりやすいのかな。まあもしこうした方がいいなとか、なんかアドバイスとかあればぜひコメント欄で教えてください。というわけで次の GU コーデは2ヶ月後だから9月またねやりますので、ぜひお楽しみに。ぜひ皆さんの GU のお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。めちゃめちゃ可愛いでしょ。 Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.